皆さん、このキャラクターを見てどこかで見たことのあるキャラクターだなと思ってませんか？違いますよ。あのね、有名なマクドナルド社の、マスコットキャラクター、ドナルドさんではございません。ロナルドさんなので安心してください。海外のホラーゲーム、ロナルドをやっていきたいと思います。ふっ！やっていきましょう。キーボード操作はすごく苦手です。やっていきましょう。まあ、ピエロってだけでね、怖いですよね。ちなみにこちらのゲームなんですけども、ロナルドなんだけど、ロナルドですよ。こちらのゲームは、某、マクドガルズのハッピーセットを8つ集めるっていうゲームですね。ハッピーセット集める。あ、これです。はい、こちらがハッピーセットですね。あ、なんか可愛いクマさんのハッピーセットですね。鬼滅の刃コラボのやつではなさそうですね。これを8つ集めることが、目標です。らしいです。ハッピーミールって書いてあったな。これ入ってこないのかな。ちなみに、どこかにいるロナルドさん。マクドナルドではない。ロナルドさんに襲われるので、気をつけながら、やっていこうっていうゲームですよ。いない？え？あれじゃない？どんな風に追って、あ、なんかカタ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 って聞こえんな。え、怖っ！めっちゃいね。え？え？え？怖っ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 。いるくない？どういうことなんだろう。ちょっとこれ、ドナルドさん。ああ！怖っ。素で叫んだわ。素で叫んじゃった。怖っ。ふっ。頑張っていきましょう。え、なんだ、一定距離に近づいちゃったら死ぬのかな。ちなみにこれ走ることできるんだけど、走ったら懐中電灯下に下ろしちゃいますね、こいつ。あ、ない、ランダムか。場所覚えていけばいいとか思ったけど違う。あ、でも中にあるな。ちゃんと戸締まりはされてるんですね。一定距離まで近づかなきゃいいのかな。なんかドナルドを視線に入れてたら動きはしなかった気がする。後ろ全然戸締まりしてないな。バイトの、このマクドナルドのクルーのバイト駆け足で走ってったのな、帰ってったんだろうな。店内狭いね。えい、ランランルー。おい、なんでこれ、ええ、電ノコみたいな、なんかノコギリ。え、めちゃくちゃ危ないものだらけなんだけど。あいつがなんか使うかもしれないから回収しておきましょう。ちなみにタブでアイテムをハッピーミールに、どうやって選ぶんだ。お、すごい、ハンマー、おー、ペンチにソウ、あー、ノコギリ的な、これがアイテムらしいね。どっかにいたりすんのか。もうあいつがいる方に行かない方がいいからな。あー、こっちに行こう。スッと立ってて怖いなぁ。おーちょっと勘弁してくれよ。待って、やばいな、ちょっと離れた方がいい。お、いない。これ視線を離すといなくなるみたいな感じかな。あ、いる。こうやってこっち向くでしょ。で、こっち見るといるね。もっと離さなきゃダメなのかな。でもめちゃくちゃ近づかなければ。え、なんか、あ、いる。待って、この車とかも調べたいんよな。ハッピーセットもしかしたらね、車内にあるなんてこともあるかもしれないけど。あいつうぜえな、ほんとに。俺が行きたい方向に絶対いるんだけど、あいつ。近い！近いよ！何を近づいてきてんだ、あいつ。いいね。やばいな。目線に入れながら、ちょっと離れていきたいとこ。いよいよ。いなくなってる。オッケーオッケーオッケー。どっかにあると思うんだよな。ガソリンスタンドもある。
なんかカチャ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 って言ったらもうなんかね、あっちから見てるんだよな。ない。いやこれ意外と難しいかも。なんか今までやったことのないタイプのゲームだな。すごいプレッシャーを感じるこのゲーム。う、貴様見ているな。どこから見てるんだ。あれか。あー、いるね。よく見たら嫌がんだよな。ガソリンスタンドの中にもハッピーミールとやらがあるかもしれないから、でもなんかあんまなさそうか。近づけないね。ここの裏は？ああ！勘弁してくれよ。やばいな。ああ！怖い。怖いよ。あんま走んない方がいいかもな。行くしょ。めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。ドナルドじゃねえわ、俺の大好きなね、靴が半ば、靴のサイズはハンバーガー4個分のドナルド、俺の大好きなドナルドじゃないわあれ。くそー。海外にはね、まあ、日本もあるかもしんないけど、ピエロ恐怖症っていう言葉があるぐらいですからね。海外ではピエロ多分よくはいるんだろうね。日本だとピエロなんか全然見ないけどさ、ピエロが怖いっていうね、子供たちが出るのは分かりますね。あんな襲われ方したらスーパーマーケットだ。なんか海外のなんか、確かにハワイとか行ったことあるんだけど、スーパーマーケットとかマクドナルドとかさ、ガソリンスタンドとか、そういったのが集まったような、あのなんか施設みたいな結構あるんだよね。ここで買い物するみたいな。室内にも入ってくんのかな。あ、いいね。海外のスーパーマーケットって全部さ、コストコのようにさ、巨大だからさ、なんか楽しいよな。店内にもいるかな。てか、こんなとこにさ、ハッピーセットあるかな。なんかカタカタしてんだよ。いる？あった！ハッピーセットあった。誰だよ、店内に持ち込んだの。禁止でしょ。え、あれか、なんかアップで見たりとかはできないのかな。あ、あった。違うな。いないね。いやー、音やめろよ音。怖いよ。あー、いいね、この海外の海外のケーキのこの毒々しい色、いいですね。赤色が全部ハッピーセットに見えるよ。あ、やばい、いる。いや、怖っ怖っ。久々にガチホラーやってるかもこれ。ハッピーセットねえし。店内には出ないっていうことはないよな。出るよな絶対。これ使ってちょっと近づきアップにしながら見たいけど、あんまりないのかな。なんかある。ゲストルーム、休憩の場所、空いてんだね。ほい。女子トイレ、珍しい、入れんだろ。うわっ、誰か置いてったな。忘れ物、全く食いたいとは思いませんが。ここじゃ、こっち男子トイレかな。あかね、トイ、男子トイレに鍵が、鍵、鍵とかあんのかな。まあ、一応なんかアイテム入手できたけど、使えんのかね。ようやく2個ですね。ああ、いるじゃない。
どの字いるじゃない。このやり方で合ってんのかな。その近づいたら見て、見ながら遠ざかるみたいな。もういないと思うよな。いない。スーパーの中はこんぐらいか。全然足りない感じするけどね。こっちのコーナーあんま見れてないな。わ、見られてないか。あった、3つ目。いやー、怖い怖い怖い。ただ歩いてるだけなのに恐怖なんだけど。もしかしたらハッピーセットのおまけをね、入れ忘れてね、それを届けようとしてるだけかもしれないんですよ、ドナルドさんは。にしてはちょっとおかしいよな。にしてはちょっと俺を怖がらさせすぎだよね、それは。あんま良くない、それは。いるな。嫌がるな。あんま近づきたくないんだけど、まだこのスーパーの全貌もあんま見れてるとは言えないからな。出れねえ、出れねえよ。遠ざかって視点から外せばいなくなるかな。なんかたまにいなくなってるよね。あ、いなくなってるっぽいかな。今3つだっけ。いや怖いなこのゲーム。いや、なんか震えたってことはどっかから見てると思うよな。いない。やめろ、マジでやめろ。あ、やめろ。どこ。あなんかめっちゃかっこいい車の上にクマちゃん見つけました。何の意味あるかわかんないけど、なんか意味あんのかな。くそー、アイテムがランダムなのがちょっときついね。めっちゃ近くに固まってるなんてことあんのかな。こういうなんか使えるかもしれないアイテムは近場にある。ここにはないな。なんか戦い方がわかんない。あ、いる。あんまり戦い方がわかんないんですよね。ガソスタは特にないのよ。もういいのかな。こういう駐車場にもうちょっとぐらいありそうな気がしちゃうんだよな。駐車場のこういうところにありそうだけどないよな。やっぱランダム配置だからあることもあればっていう感じでいいのかな。今のところまだスーパーの外周も全然回ってないから。怖いな。何見とんねん。スーパー入りました。スーパーここ抜けて、ここから入んなきゃダメなんだよな。あったあった、1個あった。足音とか聞こえてたりすんのかな。まだこんだけか。うわ、よっしゃ、ケーキコーナー3つ。8つって結構多いよな。5つぐらいにしてほしいわ。シンプルなんだけどすげえ怖いもん、このゲーム。あ、こういう間にハッピーセットあったらもう見つけられねえよ。1個見つけたな。
取らしてこれ。よし、ちょっと一回こういうとこに引きこもっちゃえば OK か。あるかな。あった。え、結構な数が急に集まったな。5個。あと3つでしょ。でもなんか対処の仕方とかも全然わかんないからな。ここ、あ、スーパーのここ開くんだ。はあ、よくわからん開け方してる。まあここにもあるでしょう。いや、でも対処方法がよくわかんないな。とりあえずなんか集めれば集めるほど凶暴化しているような気はするんですよね。あれ、そこは後にしよう。で、どこからからか絶対見てる。あった。裏口、あ、裏側とかあんだ。こっからじゃないと出れないのかもな。今は見られてないな。よし、OK。ここは狭いからあんま見られないのかな。待って、揺れてる。開いてない。ここも外か。これは何？え？なぜ揺れる？いや、見られてないよな。いやー、いらっしゃったわ。いらっしゃったな。ただただ棒立ちしてるけど。とりあえずちょっとしらーっと遠ざかっていこうか。まあまあ集めてるからな。この距離だったらさすがに来ないよね。ちょっと遠すぎるもんね。一回線外しても待て。あー、なるほど。ケーキコーナーの反対側に出るのか。でもここなかったな。中側にあることもあるから、ここから入んなきゃいけないってこと。そう、ランダムじゃなければ覚えてな。いなくなってる。最短ルートみたいなのも考えられるんだけど、気づいたらどっかからいるからね。で、さっきドナルドがいていけなかった。もうドナルドって言ってるけどね。こっちの先は外か。外への出口がいっぱいあんだな。待って、今回ちょっとスーパーのトイレ側のとこ行ってないから、先そっちだな。今5個ぐらい拾ってたっけ。入れてる。どっかから見てるってことかな。うわ、スーパー行きたかったのにな。これ多分あれだな、建物を通り抜けて見てるってことなんだよね、きっと。ちょっとスーパーの外行くか。この外がどうなってるかわかんないけど、このままじゃ近づけない。なすすべなし。近いんだな。ちょっと離れよう。ちょっと離れて、あった。汚いな、なんか。外側にもあるかな。やばい、どっかで見られてんだ。多分ここの外で見てると思うんだけど。ハッピーミールはなさげかな。ここどうなってんだ。怖い。いや、気づいたらどっかにいるからな。こうやって登れる？登れないか。いないかな、ここには。
スーパーの横側か。5個ぐらいがね、限界値ですね。床に落ちてたりは今までないな。どっかの、まあ、椅子とか机とかの上に絶対あるようにはなってる。いや、こわ、このゲーム。ちょっとね、マクドナルド行くの嫌になるね、なんとなく。どうしようかな。あいつを見てると来ないと思うよ。多分ね。こういう椅子の上にあったりもしましたね。いるいるいる。でも、スーパーのトイレ行ってないからまだ行きたいんだけどな。ちくしょう。下がりつつ、スーパーの裏手からまた、こういうので走ってきたりすんのかな。今んとこね、ガソスタってあんま近づけなくて、こういうとこの上にもあったりしそう。ないか。ガソスタには今んとこ見たことないよな。いや、怖い、怖いね。かぼちゃ。うわ、かぼちゃ。もうちょっとなんだけどな。終わるとき一瞬だからな。何もできずに終わっちまうから、みんなもこの、あ、見られてるよこれ。え、いや、ノイズ走ってるから見られてんだよ俺絶対。いや、見られてるけどさ、いなくね。いや、画面暗いってのもあるけど、え？建物中から 見るのとかはもうずるずるよな、ただの。あー、びっくりした。ある日ドナルドがいつものように森を散歩していると、俺はこういった可愛いゲームをね、今日やろうと思ってたんだけど、なんかまあゲーム間違えちゃったな。大きな木の根元に小さな一枚の紙切れを見つけました。何の紙だろう。どうも地図の一部みたいだけど、やっぱこんな可愛いドナルドがいいよね。うん、ハンバーガー4個分のね、あの靴のサイズのやっぱドナルドがいいんですよ俺は。ひょっとするとこれは宝の地図かもしれないぞ。やっぱ夢があるね、夢が。その頃同じように地図を手に入れた者がドナルドの他にも3人いたのです。ドナルドじゃないだろうな、地図手に入れたの。よし、これから宝探しに出発しよう。あ、もう歩き方が可愛いもの。やっぱマクドナルドってのはね、こうやって夢を追い求める場所なんですよ。子供の頃からね、やっぱお父さんお母さんがマクドナルドを買ってきてくれたら嬉しかったじゃないですか、連れてきてくれたら。ランランルー。やっぱこういうゲームがいいですね。どうやって、待って。意外とこのゲームでもやられてしまうかもしれん。とりあえず B で魔法を打って、A でジャンプ、しゃがんだりできる。なんだこれ。なんか出せる。上攻撃があんのかな。下攻撃はどうやらなさそうだな。まあ、とりあえず適当にやっていきましょう。この飛び道具あったらもう無敵ちゃうか。ちなみにこのゲームは、あ、なんか持てんのかこれ。あ、これだ。あー、なるほど。ジャンプ手段なんだね。ちなみにこのゲームメガドライブのプレミアムソフトでしてね、なんか2万円ぐらいするゲームらしいんだけど、なんか持ってたねこのゲーム。昔買ったんだろうね。なんかマクドナルド物語っていうね、あのゲームボーイのクソゲーがあるんですけど、それと同時にこっちは神ゲーって言われてんだけど、えい。ちなみにさっき俺がやったゲームはね、もうそういった神ゲーとかクソゲーとかそういうランクじゃないです。もうね、怖くてもようやらん。あとどうやったら倒せるかもよくわかんなかった。とりあえずこのゲームの一面クリアしてね。うわー、なんかあるな。あそこ行きたい。あそこ行きたいな。なんかあるな。無理かな。ういー。ジャンプ力低っ。ジャンプ力低いよ、ドナルド。これ何？中間かな？ギャー！あれ、ライフめっちゃある。これなんだこれ。インって書いてあるけど。お、入れる！どうした？シルバーリング100ゴールド。あ、ワンナップ5000ゴールド。お金集めんだ。俺お金どんぐらい持ってんだろう。410持ってんのかな？ライフアップ。風船。
なんだろう風船って。コンティニュー1万ゴールド。もしかしてこのゲームお金でコンティニュー買えないと続きできないのかな。めちゃくちゃきついな。ゴールドが足りないよ。ドナルドの声ってどんなやったっけ。いや全然買えねえじゃねえか。全然買えない。ゴールドリングだけ買いました。んー、なんかよくわからんけど買い物とかできんだね。うい、あそこ届かないんだよな。怖い怖い。うわっ、なんだこれ。なんか怪しげな魔法使うやつもいるんだな。あ、いいね。ゴールドはやっぱあれか、470で、あれがゴールドですね。うい、やっぱこういった可愛いゲームや。ちょっと待って待って、ひげだるま。ジャンプして、あーいい、あ、ゴール、早っ早っすぐゴールついた。え、あ、ボスってわけじゃないのか。いや、ボスみたいな、ボスみたいですね。ボスロナルドだったらどうしよう。ロナルドだったらもうこのゲームすぐやめるけど、ロナルドより怖いもんなんていないんですよ。上にね、攻撃出せないのつらいな。いや、この木何気になんか、なんだ、牙みたいなのが生えてるけど、うわー、くそ、お化けお化けお化け。いや、魔法使い強いな。これ目のところに隠れてるね。なるほど、上大丈夫かな。おいおいおい、危ない。これライフだ。んー、ライフじゃないのか。なんか隠れてんな。ここはいける、ここいける。で、ここで上行って、いや、一面から結構なかなかのギミックだね。敵が見えないね。おい、隠れてるな。危ない危ない危ない。えっ、こっち向け。よし、オッケー。で、こういって、あー、やった。あれも一応欲しい、一応欲しいな。あれ大丈夫かな。うん、下手ボタンを間違える。あ、なんかすごいリングが全部集まってるみたいな、下光ってるね。これ何なんだろう。てか、みんなこのギャップやばくない俺は何のゲームを見に来たんだみたいな感じになってると思うけど、ギャップすごいね。あ、なんかゲットした。魔法強っ、魔法強っ。もう集めなくていいのかな。あ、これ魔法力がアップしたね、完全に。ほい、ふっいいね、楽しいね。危ねー、強いな。やっぱドナルドはこれぐらい強くないとね。ロナルドに関してはなんで襲ってくるのかもわかんないしさ、どうやって対処するかもよくわかんないんだよ。あ、これお金2900、結構あるぞ今。でもコンティニューできないからな。マジックアッパもあるな。スーパー宝石、宝石、それはもういらないよ。これもいらないんだ。あー、風船も、あ、風船は1万ゴールド足りないのか。どっち行けばいいの。じゃあ、よし、行けた。あー、よかった、こっちがマクドナルドだ。帰りにモスバーガー買って帰ろっと。これなんだこれ。くっくっく、取りたい取りたいけど取れない。あー、よし、なんか取った。魔法アップかな。なんかもっと強くなってる感じがする。めっちゃ速くない、めっちゃ速くない。あのカエル全然当たんねえじゃねえか。魔法味方なのかな。味方っぽいな。乗せて、カエルさん乗せてください。あ、いいね、あ、いいね、いいね。あ、全然タイミング全然合ってない。味方だね。乗れてないね、乗れてないね。カエル帰ってきて。よし、あぶねえうわあ、あぶねえ、トゲがある。ああ、これ敵か。うわあ、今風船が飛んでたけど死ぬんだ。いいね、いいね、いい感じ、いい感じ。この噴水をに乗っていくんだな。まあ、ここら辺はそんな難しくないな。ん？ん？下に降りて大丈夫かな。ほい、大丈夫か。ああ、でもすごい流される。どうすりゃいいんだ。意外とジャンプ力あるな。で、この噴水をいいな、楽しそうだな。楽しそう、すげえ楽しそう。あ、なんかいろいろある。なんか危ねえやついる、危ねえやついるんだよ。
攻撃は今できませんね。危ねえやついる、危ねえやついる、危ねえやついる。これ何、これ何が起きてんの、これ何が起きてんだ。なんかたまにアイテムゲットできてる。なあ、危ねえやついる。雷様がいる。高木ブーがいる。ちょっとどけどけどけ。危ない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 。いいよ、これいつまでやってんのこれ。ドナルド、あー、ドナルドー、ドナルドー。